はあ、エレナちゃんかわいいな。俺っちみたいに日焼けした元気いっぱいのお肌、So cute。誰にでも優しく接するところが僕と似てるな。エレナちゃんは僕の太陽だ。いや、俺っちの太陽だ。いや、僕の太陽だ。俺っちの太陽だ。僕だ。俺っちだ。僕だ。俺っちだ。俺っちだ。僕だ。むむむむ。いや、こんな風に喧嘩をしてもしょうがない。そうだな。なあ、イケメン男。ここはメイク対決をしないか？メイク対決？なんだそりゃ。メイク対決っていうのは、エレナちゃんを可愛くメイクして、上手な方がエレナちゃんのこと大好きっていう、どちらがエレナちゃんのことが大好きかをかけたメイク勝負のことさ。よーし、オッケー。俺っち、受けて立つ。まずは、俺っちからメイクをしていくよ。動画を見てるキュートなベイビーたち。そう、そこの君。ねえねえ、この動画を最後まで見て、俺っちとダークハルト、どっちの方が上手か、コメント欄にコメントして書いてほしいな。俺っち、イケメン男が上手と思ったら、イケメン男ってコメント欄に書いてね。もう今書いてくれちゃってもいいんだぜ。メイク対決、見る準備ができたよっていう人は、グッドボタンを押して教えてね。おう、ありがとう、サンキュー。それじゃ、俺っちとメイクスタート。このエレナちゃん、とっても素敵。よし、とっても、さらに美しくメイクしてっちゃおう。アイシャドウは、ブルーがいいよね。ブルーのアイシャドウを、ぬーりぬり。うん、素敵だ。次はチーク。チークはピンクを、こんな感じで、塗ってっちゃうよ。わーお、ビューティフォー。そして、口紅だね。口紅は、こんな感じの色を、ちょんちょんちょんとつければ、うわぁ、プリンセス！エレナちゃんを可愛くメイク完了！メイクが完了したら、お洋服やヘアアクセも超キュートに塗ってあげよう。エレナちゃんと言ったら、やっぱ黄色。お花のヘアアクセを黄色でぬりぬり。赤色でもぬりぬり。お洋服も赤と黄色で美しく仕上げれば、わお、なんてビューティフォーなんだ。俺っちのメイク完成だよ。どう？綺麗にできたと思わない？まさにエレナちゃんは俺っちのプリンセス。君の瞳は太陽さ。イケメン男をなかなかやるじゃないか。次は僕のメイクの番だよ。まずはエレナちゃんにアイシャドウを。エレナちゃんと言ったら紫色の瞳。アイシャドウは紫で塗ってみよう。うん、紫色のアイシャドウ、とってもおしゃれだね。次はチーク。チークはピンクで、ほんのり薄くくるくるとつけていくよ。
うん、いい感じだ。次は口紅だよ。口紅はちょっとピンクっぽい方がいいかな。口紅をつけて、うん、素敵。僕のメイクの完成だよ。次はエレナちゃんのお洋服の色を塗っていこうね。エレナちゃんといえばやっぱり黄色だよね。黄色でお洋服を塗り塗り。お花の色もぬりぬりしていくよ。エレナちゃんほどお花の似合う女性はいないんじゃないかな。本当に素敵。リボンも赤で塗り塗り。アクセサリーも塗り塗りしていくよ。うん、素敵。なかなか上手にメイクができたんじゃないかな。動画を見てるみんなはどう思う？僕のメイクしたエレナちゃんの方がとっても綺麗だなと思ったら、コメント欄にダークハルトって書いて教えてね。俺っちイケメン男のメイクしたエレナちゃんの方がとっても素敵って思ったら、コメント欄にイケメン男って書いてくれると嬉しいな。みんなのコメントお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。